岡祭りやってますのでお越しいただければと思います。また吉宗公のふるさと和歌山城も見ていただければと思いますので今後ともよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。お話しありがとうございました。気をつけてご講談ください。では本日は、来られなかったのですが祝電をいただいておりますので私から代読させていただきます。平成28年の赤坂氷川祭徳川吉宗公将軍就任300年記念式典のご盛会を心よりお喜び申し上げますとともに本日ご参集の皆様方のますますのご健勝ご多幸を祈念いたします。平成28年9月17日経済産業大臣世耕弘成様より祝電をいただいております。また衆議院議員の岸本周平様よりもご祝電いただいておりますのでご紹介に変えさせていただきます。さてそれではお集まりの皆さんお待ちかねではないでしょうか。本日のゲストをお招きしたいと思います。徳川八代将軍吉宗公といえばもちろんこの方俳優の松平健さんです。どうぞ。こんにちは、松平健です、今日は赤坂氷川祭おめでとうございます。私も徳川吉宗役をですね暴れん坊将軍でやらせていただきまして、ちょうど今年はですねその吉宗公将軍就任300年ということで、この氷川祭のですね巡行に私も加わらさせていただきましてもう多くの方々からも声援いただきまして本当に少しの時間ではございましたけれども吉宗公になった気持ちになりまして、大変嬉しく思っております。明日が本番でございますのでねぜひ、明日皆様方もぜひ盛り上がって、見ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。さて松平さんにもお話をさせていただきます。お話ししていただきましたけれども、はい、赤坂氷川神社吉宗公と大変ご縁があるということ で実は今の氷川神社の現社殿なんですが徳川吉宗公が建てられたということで皆さんご存知だったでしょうか。そんなご縁があっての松平健さんの今回の巡行ということだったんですけれども、今もお話しなさいました巡行改めてどうでしたか。暑い中だったとは思うんですがそうですね暑かったですけども皆様の応援も暑かったんで、無事にできることができました。はい、私もちょっと拝見したんですが白馬の乗馬姿素敵でしたね。久しぶりですとても久しぶりとは思えないほどのもう立派な姿だったと皆様も、おっしゃっていました。さてその今回赤坂氷川神社の巡行ということだったんですけども赤坂とはご縁がおありですか。そうですねよく食事に行ったりするお店もございまして、事務所も近いこともあってはい、そういったところもちょっと通りながらそうですね、そうですね。さあそして今回和歌山紀州藩のご縁もあるということで和歌山とのご縁というのはどんなところになりますか。そうですね撮影の方でよく和歌山城の方にも行かせていただきまして、そうですねそこで、こういう外堀があるんですけども、そこに、休息する小屋がありまして、そこで撮影しているときなんか吉宗公もここからこの、お堀を見て四季を楽しんだなという、そんな思いでございました。ではもう和歌山でお好きなところというのもそういった場所になりますか。そうですねやっぱりお城はいいですね。お城といえば、その将軍様がいらっしゃるというのが、皆さん思うところかと思うんですけれども、今日やはり上様にお会いしたい方々がこれだけ多くの方集まっていただきました。よろしければ、本当にお時間が限られて申し訳ないんですがここにお集まりの皆さんに
一言お願いできますでしょうか。はい、はい、今日はですね、その氷川祭ということで赤坂、まあここはあのミッドタウンですけどもね、もっともっとこう盛り上がりと、明日は本当に本番でございますので、明日も皆さんの力でもまたこう盛り上げていただきたいなと、このように思っています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。松平さん、松平健さんでした。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。さて、それではですね、松平さんにはお残りいただきまして、ここで記念撮影を行いたいと思います。今ご登壇いただいた方々、今一度壇上にお上がりください。せっかくですので皆様勢ぞろいになってお写真を撮りたいと思います。少々時間かかりますがお待ちください。以上になります。そして松平健さんのワンショットのお写真も、はい、もしお借りいただくのであれば、はい、貴重な一枚になるかと思いますので、はい、お願いいたします。それでは、はい、皆様お気をつけて、お足元のお気をつけてご登壇ください。注目したらよろしいでしょうか。で、中央の方に皆様、はい、よろしければお声掛けいただけますと。
壇上へお上がりください。